しくお願いします。よろしくお願いします。最初にじゃあ3件報告をいたします。後ほどご質問を承ります。最初に、北九州空港が開港10周年を迎えます。今後1年間を開港10周年イヤーといたしまして、市全体で盛り上げていきたいと考えております。市長の記者会見の時にこのバックネットパネルを開港10周年バージョンで、これから使います。時折はその時々の重要なイベントなどを勘案して帰ることもございますが、一応1年、これを使用する予定でございます。3月13日には開港10周年の記念感謝祭を行います。人気のキャラクターショー、アイドルグループのステージイベントをはじめ、ご当地グルメを楽しめるコーナーも充実をして、空港の足湯も無料開放になります。空港全体で祝賀ムードが賑わうように努めたいと考えております。詳細は配布資料の通りであります。また開港10周年と富士ドリームエアライン、エアラインズですね、 FDA、就航1周年を記念いたしまして、東日本大震災の発生直後から北九州市が支援しております岩手県釜石市へ行く被災地視察世界遺産見学ツアーを開催いたします。八幡製鉄所と釜石製鉄所は西洋近代鉄鋼技術を受け入れた非常に重要な関係にあります。世界遺産に登録されているところがございます。このツアーですけれども FDA の全面協力によって行われます。現地では現在派遣中の本市の職員が案内をいたします。多くの市民に被災地の現状を感じていただきたいと思います。北九州空港は昨年度120万人以上が利用していただいております。国内線の利用者は過去最高でありました。また国際線のチャーター便も昨年度1年間で4倍近く増えております。福岡県知事ともトップ会談によりまして、今後北九州空港の将来構想ビジョンというものをそれぞれ持っておりますけれども、それに基づいてこれから3年間を推進強化年間、推進強化期間と定めておりまして、今後もさらに利用促進に努めてまいる予定であります。次に、北九州マラソン、いよいよ2月21日のスタートでございます。ランナーの皆様にとって安全快適でさらに高い評価が得られ、本市の一大イベントとして定着する大会となるように鋭意準備を進めてまいりました。本日はあと4日に迫りました大会の概要を説明いたします。配布した大会資料を参考に、していただきたいと思います。すべての種目を合わせまして約1万2400名の方にエントリーしていただいております。2月21日大会当日はマラソンとペアリレーマラソンが市役所前を9時にスタート、15時に終了の予定です。ファンランは西日本総合展示場横を10時にスタート、10時45分に終了する予定です。選手の皆さんの日頃の練習の成果を期待いたしております。なお関連イベントですけれども、総合展示場の新館で協賛企業などの出展による北九州マラソンエクスポを行います。隣接する朝の潮風公園では、北九州ランラン食フェスタ2016やウィンター花火ファンタジー、キッズマラソンが開催されるなど、ランナーだけでなく一般の方々もお楽しみいただけるようイベントを準備しております。マラソンを中心にさまざまなイベントで街がにぎわい、本市の元気や魅力を全国に発信してまいりたいというふうに考えております。このマラソン大会はボランティアのご協力なくしては開催できません。前回は4900人のボランティアの方に大変温かいご支援をいただきました。今回は
それを上回る5300人以上の皆様にサポートしていただくことになりました。また多くの企業団体から協賛金のご協力、試食品などのご提供もいただいております。この場をお借りして厚くお礼を申し上げたいと思います。市民の皆様からの応援として小中特別支援学校の生徒の皆様からランナーに向けて約8900枚の応援メッセージが寄せられております。またマラソンコース沿道7カ所のフレフレ頑張れ応援ステーションでは伝統芸能や楽器演奏、ダンスなどによる応援でランナーの背中を後押ししていただけます。大会当日は市内全域で長時間にわたり大規模な交通規制を行います。特にコース沿道の住民や事業者の方々にはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。お出かけにはマイカーの使用を控えていただきまして、コース沿道でメッセージボードを掲げたり声援を送るなどしてランナーを力強く応援いただければ幸いであります。目前に迫った大会を成功させるために万全の準備と体制で当日に臨んでまいります。報道機関の皆様に対してはこれまでの、積極的な PR に、厚くお礼を申し上げたいと思います。当日までのさらなる盛り上げをどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。あともう一点、寒波の襲来によりまして、水道管の破損、漏水ということが起こりました。そこで、今回の凍結破損を踏まえまして新たな寒波対策として宅地内の水道管の破損漏水対策を実施いたします。寒波の状況ですが今回の寒波によって宅地内の水道管が凍結したり漏水したのは6000件発生しております。この漏水の影響によりまして標高の高い排水地から供給しておりますエリアの一部約4000戸を断水せざるを得ない状況となりました。対策の一つは市民の啓発であります。市民の安全安心を図る観点から水が出ない、水が濁っている、漏水している、といった、急な水道に関する相談を市民が速やかに連絡できるように緊急時連絡先ステッカーを全戸に配布いたします。対策の2は断水の対策であります。個人が所有しております宅地内の水道管の破損漏水を防止するとともに断水を回避するため標高の高い排水地から供給されております地域を対象に破損漏水対策寒波対策をとして実施いたします。次に宅地内の水道管の点検診断助言についてであります。使用開始から20年以上経過した戸建てを対象といたします。約1万戸想定しております。専門家が水道管の防寒対策これは一般の店で売っておりますがこういうものを巻きつけていただきますと凍結をかなり防ぐことができると簡単にこれを接着することができます。次にですね断水を回避するために、失礼しました。使用開始から20年以上経った戸建てを対象にするということと専門家が水道管の防寒対策、劣化度合いを点検診断して本市が必要な助言を行うことにいたします。なお専門家はお金を請求することはございません。市の委託を受けた身分証明書を携帯することなど便乗した悪質商法の防止対策も行います。次に空き家の漏水防止対策です。高台にあります1年以内の空き家約400戸は凍結による破損防止のため寒波予報時に栓を閉めます。閉栓いたします。そして終了時に回線をいたします。以上が破損漏水対策の概要でございます。それではご質問で賜ります。杉尾先生でも言ったのを関係者さんも見てますので
よろしくお願いします。北九州マラソン、毎日新聞の方ですけど、北九州マラソンでベストランナーで、おそらく木目原さんが2年ぶりにフルを走られると思うんですけど、ましてもそれに勝てて加えて、今年はボストンマラソンの、優勝から50年を控えていらっしゃるので、その辺で、なんていうんですか、市長からメッセージといいますか、思いみたいなのがございました。過去2回行いまして、日本のランナーの間でもランネットなど非常に高い評価をいただいております。で、一般の市民ランナーにとりましては、アスリートの方々が出場されるということは大変励みになりますし、この北九州マラソンの、名声を高める上でも大変大きな役割を果たしていただいていると思います。今回木目原さんをはじめとしてベストランナーが多数走っていただけることは、北九州マラソンの魅力を内外に発信する意味でも大変期待をしておりますし、感謝いたしております。何事も大きなイベントを定着させるためには3度成功させることが重要だと関係方面から聞いておりました。今回の成功によりまして、北九州の冬の風物として、市民がたくさん健康づくり、またスポーツを愛好する一つの象徴としてですね、このマラソンがしっかりと定着をしていくことを心から期待をいたしております。ありがとうございました。西日本新聞の村ですけど、寒波対策のことをお聞きしたいんですけども、一つはですね、これ予算措置はどうされているのかというのが一つと、他の都市と比べて何か珍しい取り組みなのかどうかというのが、予算措置はちょっと事務局だったと。予算措置についてでございますけど、ステッカーにつきましては平成27年度の現状の予算の中で、施行したいと思っております。あと点検、診断助言につきましては現在今漏水調査業務というのを毎年予算をつけて、やっております。その漏水調査業務の中で一環として、宅地内水道管の点検診断助言、これ平成28年度からやってまいりたいと思っております。あくまで現行予算の範囲の中で、このようなひどい寒波が襲来するというのは本当に久しぶりのことでありまして、寒波の襲来に見舞われた自治体におきましては、復旧対策に大わらわでしたし、それぞれのところで今後のことを検討していくと思います。ご質問にございましたように、他の自治体と比べて、特に、本市固有のものがあるかということでございますが、高台に、空き家も含めて多くの方々が居住している地域であるだけに、今回、損であるとか漏水ということになったわけでありますけれども、そうした北九州市の固有の状況に応じて我々のできることを、いち早く対策を打つということでありまして、他の自治体がどのように対応しているかということは市長としては担当者からまだ報告を受けるに至っておりません。何か独自のところがあれば。今市長の方から説明がありましたように我が市は高台が多いということでですね、今までいろんな
設備の増強をやってきてます。そういった意味で組織的に特にということはないんですが、今回市民全体にですね、事前に今後の対策、寒波対策を取ってくださいというお願いをするという意味では先駆けてやっているというふうに感じております。最初 の会見の時でも申し上げましたけれども、もっともっと予算が潤沢であればという思いは毎年この時期に経験することでありますけれども、改めて国も地方も高齢化が進むことによって、医療介護など、優先的に確保すべき、そういう予算がまた大きくなっておりまして、その分ですね、医療財政改革には非常に熱心に取り組んできた本市ではありますけれども、今後はですね、やはり選択と集中、行財政改革というのは場合によってはもう一段掘り下げる必要があるのかなと、そういう思いをして、財源を確保して、新たな政策を打ち出しているところであります。でその中でもやはり地方創生という国地方を挙げての大きなテーマに、チャレンジをするということに力点を置いておりまして、ただ地方創生といいましても非常に、対応は幅広い政策のパッケージになるわけでありますが、幸い、国家戦略特区に指定されグリーンアジアの特区も継続をされた、他の地域に比べると産業面やさまざまな研究開発において先端的にチャレンジをしやすい環境になったということが一つ、そして G7 のエネルギー大臣会合をはじめとして、本市の環境新エネルギーの取り組みなど強みを内外に発信する、絶好のチャンスを手にしていると、いうことからしましてですね、思い切ったこの投資を呼び込む、企業を呼び込むということに力点を置いております。したがいまして特区の関連で、ロボット開発などに、国のあらゆる予算メニューを活用して、本市も独自の予算を確保してやるということもありますし、それから企業を誘致する場合にですね、他の自治体と比べて、遜色のないといいますか、その特区の例えば減税措置なんかを合わせますと、国県市3階建ての助成スキームの前進によりましてですね、最も良い状況を提案できているのではないかと思います。したがいまして企業誘致に際する助成のスキームというものは前進をさせたところであります。そういうことをはじめとして、やはり若者がどうしても就職あるいは大学を選ぶときに市外へという流れが続いているものですから、若者女性により魅力を感じていただけるようなさまざまな取り組みにも配慮したところであります。全体として地方創生の成功モデルをぜひ実現をしたいという思いで選択と集中で予算化をしているところです。 ESS が関連してほしいですね。国家戦略特区に絡んで介護ロボットのところで市長はどのようなその介護ロボットに関する未来を描いているのか北九州のご案内の通り石炭と鉄鋼から始まりました。そして、近代化を進める四大工業地帯としてものづくりの町としてこの間発展をしてきたわけでありますが、その過程で、最先端の分野で今後さらに用途拡大が期待されているのがロボットであります。で幸い世界ナンバーワンの産業ロボットのメーカーが創立100周年、
本社のリニューアルをここ北九州で行っていただいた、その目覚ましい活躍というのは内外が注目をしているところだと思います。基本的には用途を増やすということについては福祉医療の分野が期待をこの間されておりまして、特に福祉の分野では介護が非常に重労働だということで担い手を確保するのも大変になっておりますし、高齢化はどこも皆これから直面していく大きなテーマなので、我が市におきまして高齢化の大きな課題の一つ、介護の労働をですねより人間化する、負担を減らす、そして、そこでのその実証研究が成功いたしますと全国でそれは採用されていくと思うんですね。そういった意味では高齢化というのは財政負担が増えるとかピンチという側面から捉えることが少なくありませんが、むしろ我々は地域のですね有力な企業やあるいは産業依頼や高齢者の福祉施設などのこのパートナーシップとそういうものに着目をしてむしろチャンスに変えていくと、ここに現代社会が抱えている新しい知恵線を開いていくんだという意味で大いに期待をいたしております。で、現実にはですねロボットは多分野において活用されておりますが、識者によるとアメリカにおける研究開発の投資というのは想像を絶するほど多額の予算を投入しているということです。私もそういった意味では今アメリカの競争力は製造業でもどんどん強くなってきておりますが、日本もですねうかうかしておれない、一方で未来の発表にあったようにメイドインジャパンというものは例えば近隣諸国からも生活用品などでも高い評価を得ているし世界があっと驚くような素晴らしいものが出ているんですが、ロボットは頑張らないとですね決して、外国のバックアップ体制の強さと比較しますと安閑とはしておれないという危機感を持っておったわけであります。このトップのというのは基本的には規制を緩和するということでありますが、それによってですね、政府あるいは民間企業も注目をします。それによってその民間の投資もそうですが各省庁の持っているロボット研究開発の予算というものをメニューをここで活用するというチャンスは大きく広がると期待をいたしておりまして、そういった意味でこの特区の選定というのはロボット研究開発、用途拡大において画期的な1ページを開いていけるものだと、このように私ども期待をしながらバックアップしていきたいと思っています。ありがとうございます。神田と申します。予算に関連していますけれども、北九州空港のことで、改めて今回予算でも予測の予算もつけられていますけれども、他の九州の空港とですね、競争も激しくなってますけれども、北九州空港をさらに利用してもらうために、ここから始めるというか、特に力を入れていきたいところというのはどうでしょうか。これまでももう開港して以来ですね、新しい航路をゲットするとかチャーター便飛ばすとか、ご利用いただけるようにアクセスを良くするとかいろんな努力は重ねてきたんですけれども、ここに参りましてやはり日本全体に対するそのインバウンドのですね効果っていうのがいろんな分野で出てきております。お客様はこれからも増え続ける、またオリンピックという大きなイベントも近づいてくるわけです。でその時に福岡空港が混雑空港に指定されるとなれば、それはもう北九州空港を一体的に活用するしか、インバウンドをはじめとして、この拡大するアジアの経済の発展に対応しきれなくなると思います。そういった意味では客観情勢として非常にいい追い風が吹いてくるということが一つであります。もう一つはですね、私どもこれまで、定期便やチャーター便の確保にあたって、営業活動一生懸命やっておりますが、よくよく調べてみると例えば競争で敗れた時なんかにですね反省をしますね。でその時に、他の県はですね
相当にインセンティブを用意しているわけです。でまずこの点で遜色のないインセンティブに、増やさないとですね、なかなかさまざまなセールスをしてみましても叶わないこともあるということで、昨年、県知事とのトップ会談に向けて水面下の話し合いでおきましては、私からはですね、まずそのいろんな定期便その他誘致するにあたってのインセンティブを他県に負けないようにですね、頑張らないといけないんで、この点について、県の全面的な理解と協力をお願いしていたわけです。今回の予算におきましては後半部分から県の方も、それに、同調していただくということになって大きく前進をしたものと思っております。これによってですね、追い風になり、そしてインセンティブにおいても他県に遜色ないようになりますので、そうなると東九州自動車道であるとか、このさまざまな北九州の強み魅力を幕発信を続けることによって相当程度のチャンスが広がるものと期待しております。この空港の大きな課題は2500メートルでスタートせざるを得なかったことです。それはもっと長ければよかったことは分かっていたのですが、その開港する前に国土交通省は内規におきまして新たな需要というものが確認されない限りは新たな滑走路等の投資はしないということを決めていたからであります。そういった意味ではこの10年間ですね、とにかく定期便なりチャーター便を増やすということにかけてきたわけでありますが、ようやくそういう状況になってまいりましたので頑張って成果を上げてですね、次の大きな投資に結びつけていきたい、このように考えております。その中には海上保安庁の皆様方にもぜひ北九州空港のご活用いただけないかという提案も含まれておりました。あらゆる努力を続けたいと思っております。よろしいですか。はい、毎日新聞の通りですけれども出されたばっかりなので市長のお手元まで今届いているかどうか分かりませんが、八幡、市立八幡図書館とそれから、八幡市民会館のです、ね、保存をめぐって東京の皆さんで、村の東部と産業地産の町、八幡建物応援団という、グループを作られて、その保存、改めてその保存を求める、手紙を出されたというふうに、お聞きしています。それでさらにですね、八幡図書館は現行のスケジュールであれば15日でございましたが、そこまででそれ以降閉館をしまして、引っ越しが終わった後取り壊しの作業が始まるという段階に至っていると思うんですけれども、それを何ていうんですかね、何ていうんですか、引き屋というんですかね、よその重要建築物等でやったようなその引っ張っていってその小糸山公園に移築するというふうな方法もあるのではないかといったその提案も出ているんですが、その点についてどう受け止められるでしょうかということと、もう一点、八幡市民会館については一応確か提案の期限というのを6ヶ月延長するという方針をその、地元の皆さんに伝えていらっしゃると思うんですが、その辺についてその今後どんな展開に注目しているかというその見てについて、はい、報道でも知っておりますが、そういうお手紙をいただいているということは承知しております。よく精査をしてですね、ご返事を差し上げたいと思いますが、まず市民会館につきましてはパブリックとしてのですね、使用というのは基本的には考えないという方針を整理いたしまして、ただどうしてもそれを活用すべきであるというお考えの市民の方々もいらっしゃいますので、どのようなアイデアを出されるのか守ってきたところであります。で当初はもう昨年のうちに方針をいただいた上で、方向性をと、見つめようというふうに思っておりましたが、
関係の皆様方の方からですね、ぜひ期間を延長してですね、さらに精査を検討を深めさせてほしいという、まあ、強い要請がありましたので、まあ、それを私どもお受けするとお待ちするということにしたものであります。市民会館について市が公共の用途として使う考えはないという方針は変わっておりません。他でどのようにして民間の方々が中心になってご活用されるのか、そのアイデアをお待ちするという状況です。図書館につきましてはですね、私も衆議院の活動時代10年間図書館の前に事務所がございましたので、そしてその後の10年間も前田でございますので、ちょうど20年間いつも図書館を目の前にして過ごしておりましただけに、私も市民の一人として実に素晴らしい建築だし、魅力的な建築だというふうに感じております。旧130銀行でしたが、今ギャラリーとして活用しておりますが、これは道路を拡幅するときに道路の対面からですね、丸太を引いて上に吊り上げて引っ張ったという、今のところに来たという経緯があって、実際にそれを守っていたという市民もまだいらっしゃいます。でそういう可能性がないかどうかは私なりに探ってはみました。何でしょう、いつも見ていた建物で大変自分も愛着魅力を感じておりましたの。ところがですね、村野先生の建築によるものはですね、非常に堅固な造りになっていてですね、基礎工事その他地質などをですね、そのことのテーマを持って専門家であらゆる角度から検討したわけではございませんけれども、相当にこれはどういうんでしょうか、もう事実上さら地にしてもう一回作り直すぐらいの規模のですね、投資コストになりかねない、非常に堅固な作りだというふうに、まあ、専門家から聞いたことがございます。まあ、当時もう図書館は次に新しいところに移すんだ、より機能的な建物の中で市民にその場所を提供するという方針ですので、解体、撤去はやむを得ないという方針が固まっていた時なんですけれども、まあ、自分としてはそういう可能性があるかないかは探ってみた一人であります。小倉の市民会館というのも村野先生の作品でした。なかなか味わいのあるですね、今思い起こしても立派な建築だったと思いますが、まあ、それも今現在勝山公園に変わってしまったわけであります。魅力のある美しい建物、しかも、図書館という、あるいは市民会館というみんながそこで、思い出深い時を過ごしておられますので、まあ、専門家の方のみならずですね、市民の方にも、なんとかならないのかという声が相次いでいることは自分もよく承知をいたしております。まあ、そうしたことも踏まえて、大変申し訳ないことではございますが、市としましては新たな図書館の場所を市民に提供するという前提でですね、どうしても設計上あそこは入り口になります。北九州を代表する救急病院として立派にリニューアルをしたいという思いもございまして、市民もそれを望んでいらっしゃると思いますが、まあ、そういった状況もろもろのことを考えましたときにですね、それを保存するという、ことは残念ではありますけれども、難しいという判断に至ったわけであります。現時点におきましてその考えは変えておりません。移築するとなるとちょっと費用が大きすぎるということでしょうか。そうですね、130銀行の場合上に吊るして丸太も置いたっていうんですが、そういう構造ではないということです。しっかりとやっぱり基礎工事をしているということです。130銀行っていうのは相当古い建物ですよね。で村野先生の建物は高度成長期に建てられたものでありますから、随分時代が違いますけれども。
スペで組織改正いくつかあると思うんですけども、その中でも企画調整機構を新設されるということなんですけども、その狙いについてご覧になりましたか。はい、これからの行政の重要課題の一つとして、公共施設のマネジメントというのはこれから検討が加速してまいると思います。まあ、40年以内にという大きな構えではありますけれども、まあ、それは市営住宅に住んでいらっしゃる方とかさまざまな立場のことも配慮したことであって、現実にはさまざまな建物やホールやいろんな施設については選択と集中を考えていきませんと、長寿命化して使うものと選択と集中で新たにスクラップ&ビルドを考えるものという仕分けがこれから進んでいくわけですね。非常に重要な課題であります。で、現在は建築都市局に局長級の責任者を置きまして作業をしておりますが、まあ、議会からはですね、建築都市の所管として、市営住宅はじめとしてそういうものもございますので、やはりその全市的な観点からですね、しっかりと精査をして、さまざまな反対意見も時には出るかもしれません。やっぱり我が町のそういった施設については特別思い入れが深いのは市民の方もみんな同じだと思います。そういう中で進めるにはやはり局長以下ですね、しっかりと体制を取って全庁的なポジションから指導できる立場が良いんではないか。で、同じように地方創生というのは全庁的にまたがる、しかも喫緊の重要課題を所管するところでありまして、要するに、時間との競争で次々と対応していくテーマでもあります。その機動性も考えますと合わせて行動するのがいいんではないか、ということで、局長級のポストが増えないようにしてですね、そこは行政改革できちんと見ますけれども、新たな局として出発をすることが当面する重要課題への対応としてふさわしいと考えました。東九州道の開通が日が決まりましたけども、これについて市の所管と期待することを教えてください。いや、本当に心待ちにしておりました。大変北九州の経済社会にとってもですね、明るい追い風になります。インパクト大きいと思っております。これについては東九州軸という形で、その地域の振興のために北九州市からこの宮崎県鹿児島までそれぞれの自治体の行政と商工会議所経済界も一緒になった協議会を作っておりまして、昨今もこれは今年になってからでしたが、 NEXT と国土交通省に対して42回目の要望をしたところであります。その時には雨が降ったり天候が崩れたりすると整備に相当時間がかかるということで、遅くても5月中には、気持ちとしては連休前にぜひ開通したいという、NEXT 本社の回答もいただいておりました。天候のことを大変気にしておったわけでございますが、この度、連休前の開通ということが発表になりまして、私ども大変嬉しく思っております。これを機会に観光、物流、また災害があった時の命の道になるわけでございますが、相当程度地元の扶養効果につながると信じております。合わせましてですね、今後の課題があります。それは鹿児島の方が一部残っているということに加えまして、北九州にとりましては3車線か4車線かというテーマでございます。もしも例えば接触事故などが起こりますと大渋滞になってしまいますので、この4車線化に向けてのですね、要望活動というのはこれからますます重要になってくると考えておりまして、NEXT、また国土交通省にもそのことを強くお願いをしております。したがいまして、大きな喜ぶべき、この開通でございますが、同時に4車線化に向けての要望活動の始まりというふうに考えております。
ました。